えーどうも、おはようございます。6月29日の公明党ニュースでございます。創価学会の皆さんもね、一緒に考えてもらいたいと思うんですけども、今、私のこの画像と共とに映し出されているのが、北村春夫チャンネルですね。えー、行列のできるなんとかかんとかっていう番組で有名になった、あとの石頭のね、北村弁護士ですけども、やっぱり弁護士っていうのはね、石頭であった方が信用できるなと思うことばかりでございます。 特に最近は、これはおかしいぞってことをね、怒りに任せて放送してくれるんで、非常に私もね、胸がスッとするんですけども、チャンネル登録者なんと44万人もいるんですね。すごいですね。はい。投稿数が566本。ね。やっぱり、テレビの影響ってのはすごいなと思うのと、あとは、テレビに出た上で、メディア以上の発信力がある、この北村春夫さんのね、えー、やっぱ個人力にはね、脱帽でございますけども、今回話題にしたいのがね、 公明党がいかにね、日本をないがしろにして、そして、あの中国に媚び売ってるのかっていうことの一見です、えー。例えばね、最近のこのね、動画を見ていただいてもわかるんですけども、今動いてるやつですよね。実は最近、自動車各社に不正があるということで、メディアが、あその不正をね、上げつらうような放送をしてますけども、ここにはね、明らかにおかしいところがあるんですよ。その何がおかしいかは、 実はね、北村弁護士の動画を見ていただいた方がいいと思いますけども、あの、ユーザーに不利な不正があったわけじゃないんですよ。なのに、それをあくまでもね、ユーザーに迷惑がかかってる自動車メーカーはとんでもないやつだっていう風な風を吹かしてるのが、国土交通省、つまり公明党の指定席である省庁なんですよね。まあ、ひどい話だと思いますよ。これはね、北村先生も、 おっしゃっておられましたけども、私も非常に同感するところでね、公明党ってのはね、とにかくね、中国に媚びを打って、中国に気に入られようとしている、もとんでもない政党なんですよ。それこそ、日本国民の利益じゃなくって、中国の利益のために働いてるんですよ。だから、世界有数の日本の自動車メーカーをいかにね、上げ足取って追い込んでいくかってことを常に考えて、その反面では、二足サーモンになってしまった中国の EV カーを日本ででどどんどんどん,どん売りたいと思ってるんですよ日本人国民の利益なんて考えてないですよ。それこそ公明党は身を捨てて中国のために政治をやっている利権を振りかざしている、まあ、そんな悪党政党なんですよね。で、まあ、残念ながら創価学会もどちらかというと中国に覚えが良いということでどちらかというと日本人よりもね中国人の方が好きなんですよね。まあともすれば 日本人を滅ぼして、日本を中国の、なんか別荘地にでもしようと思ってるんじゃないかなっていうところがあります。さあ、中国人権侵害国家とあります。この真ん中の動画見てください、これ。これもぜひね、見ていただきたいと思うんですけども、いや、ここでね、中国という国が、もしくは、創価学会というところがね、人権侵害をどのぐらいやってるのかってことが浮き上がってくるわけですよ。もちろん、 創価学会の皆さんがやってるかどうかは謎なんですけども創価学会が覚えのいい中国に対しての行為ってのが結局ある特定の民族を寝台しにしてしまったというねことがあるわけですよ、まあ、そこにつぶさに目を向けた時に、まあ、非常にね公明党というか創価学会ってのは罪,だ罪作りだなと思いますよではっきり言ってこれについてどう思ってるのかなってことをねはっきりと 総科学会の皆さんからも聞きたいし公明党を応援する方もしくは当事者の方からも聞きたいし山口夏男代表はいつだったかな真っ向からこの中国の人権問題人権侵害問題に対して証拠が出そろっていないみたいなことを言って中国擁護してるわけですよいや中国がある特定の民族を滅ぼしてそこの人たちにひどい仕打ちをして臓器売買ビジネスに乗り込んでるってのは まあ、あらゆる証拠から明らかだと私は思うんですけどね。その事実に対して、総科学会や公明党がなんでね、中国のその人権侵害を擁護するんだと私は思っちゃうんですけどね。これについてね、本当にどういうことなのかなっていうふうに、すっきりしないわけですよ。うん。だから北村弁護士もね、これだけね、中国を叩いてますから、北村弁護士が香港とかね、中国に旅行した際には、 何らかの事情でね、そこで交流されて、もう出てこれないでしょうね。もしくは洗脳された結果、いろんなトラップをかけられて、人格がね、360度変わった状態で日本に戻ってくるんじゃないかなと思います。まあちなみに360度変わっちゃうと元通りやんか、みたいな話がありますけどもね。まあこれはちょっとしたユーモアでございます。ということでね、今日は公明党が やっぱり日本国民のための政治をしてないなってことは自民党と同じというふうに私としては見えてるよっていうことでね。ひいては総価学会の皆さん、本当に日本人のためにやってますってことなんですよ。いや、個人個人では日本人のために地域のためにっていうのは十分わかるんですよ。でもそれが総価学会というグループになった、集団になった際に、そのベクトルってのは日本人に対して非常に辛い。 そして中国人に対して非常に温かい方向に動いてますよねってことをね、私はここでね、確認しておきたいと思います。一体本当はどうなんでしょうか総合学会の皆さん、そして公明党を応援する皆さん、このままでいいんでしょうかこのまんま私たち日本っていうのは中国に飲み込まれていく、もしくはアメリカに従属する、その狭間で消えていく運命にあるんでしょうかどんなお考えをお持ちなのか、ぜひ聞いてみたいです。 それでは。